はい、皆さんこんにちは、こんばんは、佐藤です。いやー、なんか一気に来ましたね、暑さが。先日なんかはね、お隣の京都では最高気温37度って予報でやってて、いや、この暑さはさすがにメダカもちょっと危ないなというところなんですけども、皆さんのところしっかり暑さ対策もうされてますかね。先日ね、暑さ対策についての動画は上げておりますので、まあそちらもね、良ければ見ていただいて、ちょっと参考にしつつ、まあもっともっと暑くなる前に事前にね、対策していただければなと思うんですが、今回のテーマもちょっとまた暑さに関わるところでお話ししたいなと思います。で、今回のテーマはですね、メダカは何度まで水温耐えられるのというところに焦点を当ててお話ししたいと思います。で、まあ、さらに言うと、水温がこう上がることに伴ってメダカ直接に与える影響のほか、水質にもどんな影響が出てくるのかなというところも、まあ、自分の実体験と調べた内容をもとにちょっとね、お話ししたいなと思います。はい、ということで行ってみましょう。はい、ということで、メダカは水温何度まで耐えられるのということなんですけど、まあ、初めにもズバリ結論、メダカは35度ぐらいであれば意外と大丈夫というのが結論です。これもギューッと凝縮して言うと、まあこんな感じになるんですけど、まあいろいろね、例外があったりとか、ちょっと細かく説明していきたいなと思います。メダカはね、その35度ぐらいまでは、僕が実際に飼育してた経験も踏まえて言うと、意外と普通にね、泳いでたりします。ただ実際はですね、僕も暑さ対策十分ではなかったりしたこともあって、失敗したこともね、何度かあります。で、35度超えてくると、徐々にね、メダカがやっぱり酸欠状態になって、パクパク、こう水面でね、パクパクする症状が出てきます。これをね、鼻上げなんて言いますけども、この鼻上げ症状が出てきて、まあその後はね、明らかにこうぼーっとして、なんだろう、こう元気よく泳ぎ回ることがなくなってきます。でもうこのぼーっとする症状まで来ると、もうかなり危険なので、できるだけ早い段階で水を変えてあげるとか、涼しいとこに持って行ってあげるとか、もう暑さ対策、応急処置をね、してあげてください。で、最終手段としては、もう水をね、一気にこう冷たいものと変えるっていう方法も、まあ取らざるを得ない場合もあると思うんですが、まあメダカにとってね、何度も言っているように、この水温の変化っていうのも相当なストレスなんですよね。一説によると、まあメダカに限らず魚全般、水温変化1度というのは人間でいうところの10度ぐらいに相当するんじゃないかとも言われてたりするので、まあずっと熱帯雨林のジャングルを歩いててね、急に北極とかにね、ボーンとどこでもドアとか瞬間移動で飛ばされてしまったと。まあこれって、まあ、人間で考えても相当ストレスですよね。まあなんか 100% 風邪ひく自信ありますけども、まあそんな感じで、水温の変化っていうのはね、かなりメダカちゃんにとってはストレスになるっていうことは覚えておいてください。で、まあこのストレス、水温変化によるストレスっていうものは、できるだけ取り除いてあげてほしいので、事前のやっぱり暑さ対策っていうのは必要になるかなと思います。まあ冒頭で言ったように、暑さ対策については他の動画でね、紹介してますので、そちらも合わせて見ていただけたらなと思います。高水温がね、そうやってもうぼーっとするような症状とか、あからさまに直接メダカにダメージを与えてる状況を、まあ抜いたとしても、だいたいね、35度ぐらいから水質に対してもね、いろんな影響が出てくるかなと思ってます。まずはその水温が上がると、水の溶存酸素、水に溶けている酸素の量ってのがね、だんだん減ってってしまうんです。あんまり酸素が溶け込めなくなってしまうので、まあ酸欠のリスクっていうのが高くなってきます。で、あとはですね、こっちの方が問題かなと思ってて、30度を超えてくると、ろ過バクテリア、いつもね、アモニアとか亜硝酸とかなんかいろいろ言ってますけど、有毒な物質をね、こう分解吸収してってくれるろ過バクテリアっていうのの元気も、だいたい30度超えると
元気がなくなってくるっていうふうに言われてます。一般的なロカバクテリアは一番活性が高いのは、まあ、25度から高くても30度ぐらいまでというふうに言われていて、まあ、それ以上になってくると徐々に多分急にねガクッとその活性が落ちることはないんでしょうけど、徐々にやっぱり活性が低くなってしまう傾向があるようです。グリーンウォーターで飼育されている方はまたさらにね注意が必要で、グリーンウォーターの場合って普通のクリアウォーター、透明な水に比べると高水温になりやすいんですよ。なので高水温になればなるほど、まあ水質悪化もひどくなってくるし、さっき言ったね酸欠の症状だったりとか、まあいろんな弊害がやっぱり出てきます。なので、夏場グリーンウォーターで飼ってる方はまあこの水温っていうのは注意が必要です。で、基本的にじゃあどのぐらいの水温で管理したらいいのかなっていうとこなんですけど、さっき言ったようにバクテリアの活性も考慮するならば、まあ25度から30度のあたりでね管理できるのがベストかなと思います。まあ、基本は30度ぐらいまでを上限としてキープするようにするといいと思います。うちでもできるだけそのように、飼育してます。で、水温が高すぎてメダカの調子が悪い時っていうのは無理にね餌はあげないようにしましょう。これもね、まあ、メダカって多少調子が悪くても餌あげたらやっぱ寄ってくるんですよね。うん。で、まあ餌もこう食べてくれるんですけど、まあ、よくよくその場合もメダカ観察してあげてください。餌食べてても例えばペッてね餌すぐ吐き出しちゃったりとか、明らかに普段よりも泳ぎがこうゆっくりだったりとか、そういう場合ってね必ず何か不調が出てる、まあそのサインなので、まあ無理に水温が高くて調子が悪そうだなと思った時はあげなくてもいいかなと僕は思います。夏場の餌やりについてはまだちょっと別の動画でも話そうかなと思うんですが、まあできればね朝とか夕とかメダカの活性がこう一番高い時、まあ要は水温が高すぎず低すぎずの時にあげてあげるのが、普通に自宅でメダカ飼ってる方でしたらまあそれで十分かなと思います。で、補足としてアルビノ系のメダカは高水温に弱いようです。これはね以前アルビノメダカ中心に飼育されてる六円メダカさんっていう方にもちょっと教えていただいたんですけど、まあそちらもね訪問動画上げてるので合わせて見ていただければなと思うんですが、アルビノメダカっていうのは高水温に弱い傾向があるようです。で、実際に我が家でも龍の瞳とかあとアルビノ陽気比とかね、その辺を飼ってたことあるんですけど、やっぱり普通の品種よりはなんか早い段階でちょっとやっぱぼーっとしてきたりとか、ね、なんかちょっと不調が出るのが早いかなっていう印象です。じゃあ水温高かったらもう全部ダメなのかというと、まあそういうことばっかりでも悪いことばっかりでもないんですよね。で、高水温の場合はこのダルマのメダカちゃん、体が短いメダカですねが生まれやすくなるっていうのをこれまで の研究なんかで分かってます。で、これは卵の成長途中でその卵が高水温で、管理されている場合にダルマが出やすいということらしいです。何度以上であればダルマのメダカがこうどのぐらいの割合で出るっていうのは結構ねケースバイケースではっきりしてない部分もあるんですけど、僕の経験上だと大体ねやっぱ30度超えて32、3度ぐらいから結構だるま率上がるかなっていう気がしてますね。うん。まあさっき言った話だと30度をできるだけキープした方がいいと、30度以下をキープした方がいいって話したんですけど、やっぱり置き場所とか容器の色によってはどうしてもね30度超えてしまうこともまあ多々あるんですよね。大体そのぐらいの水温から出やすいのかなというふうに思います。一応その研究ベースとしては論文で、まあ、ちょっと古いんですけど1959年名古屋大学の研究では28度以上でダルマの発現が増えたっていうような、まあ、データもあるみたいですね。この28っていうのはたるみさん系のねロングフィンマリアージュとかああいうヒレのをね伸ばす場合も28度以上なんていうふうに言われたりしますけど、なんかメダカにとってこの28っていうのは一つのキーになる数字なんですかね。うん。
で、まあ、ここでちょっと踏み込んだお話すると、どの品種でもじゃあ例外なくだるまちゃんがね高水温だったら同じ割合で出るかというと、全然そういうわけではなくてですね、出やすい品種とか系統とかがあるようです。まあちょっと詳しい話はかなり省きますけど、個人的にはね、やっぱり楊貴妃とか美雪とか、こう比較的メダカ、改良メダカの初期の頃に作出されてるメダカちゃんってね、結構出る印象が、まあ個人的にはあったりします。で、反対にラメ系のメダカね、まあ僕ラメ好きなんで、あの夜桜とかサファイアとかだるまいっぱい育てたいなと思った時期があって、水温で、あの高水温であえて管理したことあるんですけど、あんまり出なかったんですよね。まあなんか面白いですよね。まあたまたまその僕が育てたメダカのこう系統とかね、その辺がだるまが出にくいっていうだけなのかもしれないですけど、ただ最近ね、なんか雑誌なんかで見ましたけど、つくしメダカさんでしたかね、なんかはあのラメ系のだるまなんかもたくさん出されてて、ラメ系のだるまメダカっていうのもね可愛くていいですよね。一つだけ注意点申し上げておきますと、卵もねやっぱり水温が高すぎるとその肺発生、まあその成長が止まってしまって、まあ簡単に言ったら煮卵になってしまうと、まあ35度を超えるような水温では、管理しない方がいいのかなと思います。はい、ということで、今回はメダカは水温何度まで耐えれるのっていう話をしました。まとめになりますけども、まあ大体35度ぐらいまでは意外と平気ですと。まあただそのアルビノ系のメダカは少し注意が必要かもねっていうところも覚えていただけたら幸いです。はい、ということで今回の動画は以上になります。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。